ブラジルを破った2日後、日本の舞台はマイアミからオーランドに移された。第2戦のナイジェリアに勝てば日本の予選突破はほぼ確実となる。西野監督はブラジル戦同様ディフェンシブな布陣で臨んだ。28年ぶりのオリンピックで優勝候補のブラジルを破るという歴史的な勝利を収めました日本。今日はアフリカの実力ナンバーワンナイジェリアと対戦いたします。さあ前半が始まりました。日本対ナイジェリア。ナイジェリアの特徴というのはどういうところですか？その攻撃守りにおいて、それぞれ身体的能力というんですかね、はい、体のキレっていうのは本当に抜群なんですよね。あっと前方へボールをフィードした。こういうボールが怖い。ヘディングで、なんとか体を入れました。14番のアモカチのファールです。日本は序盤戦からナイジェリアとの身体能力の差を見せられる。すごい勢い。ちょっとボールを後ろから押しました。助かりました。日本助かりました。3番の鈴木よくカバーしていました。あの身体能力はもうやめてほしいですね。それほど速いなと思わなかったですけど、一瞬のスピードっていうのがやっぱり速いなと思いました。日本も少ないチャンスを生かし攻撃に出る。道木から中田へ、中田から裏へ取った、ボールが取った、ジョーのシュート、キーパー弾いた、ジョーのシュートはキーパー弾きました。しかし日本いいスルーパスからのシュート、そのまま上げる、そのまま上げる、危ないところ。一方ナイジェリアは両サイドを使い再三日本ゴールを襲う。ボールを持ち込んでいく、左へ出した、ノーマークになった、シュート、いやーナイスキーパー、川口やった、川口ファインプレー。前半を終了して日本ナイジェリアともに得点がありません。0対0。攻撃の歯車が噛み合わない日本。この時フォワードの選手と西野監督の間には戦い方に食い違いがあった。前園や中田あたりはハーフタイムにかなり、やり方に関してか自分のプレーに関してか分かりませんけど、非常に不満をぶち負けてましたね。確かにディフェンシブな話が多くて彼らにディフェンスの要求というのは高かったことも確かなんですけど、人数が少ないから攻められないとかっていう状況じゃないと思うんですよね。戦い方に対するズレを残したまま後半戦に入る。前園ボールをキープ、前を向きました。左サイドのジョーにボールが渡ります。ジョーがボールを追っていく。この辺りはさすがです。前園ボール、フリーでボールを持っています。前園がボールフリーで持っています。ジョー、そして中田、またジョーへ、ジョー返した、キーパーへのバックパスになります。やっぱり攻めがしっくりいかないっていうのはシステムや人数だけの問題じゃなくて、とにかく彼らが1対1で抜けなかったっていう事実はあると思うんですよね。サポートが遅いだとか人数がいないだとかっていう問題ではないと思うんですね。あれは本当に個々の問題だと思うし、フィジカル的には全く通用しなかったっていう、フィジカルコンタクトするともう必ず負けてたっていう。このカウンターが怖い。左サイドがフリーになっている、左サイドフリーになっている。ナイジェリアは後半戦術を変えロングパスを多用してくる。上がっていくのはオリセイでしょうか。アボカチスライディングタックル、いいディフェンスですね。抜かれました。3番の鈴木のディフェンス、あーっとこれはフリーになっている。オコチャがボールを持ち込んだ、オコチャボールを持ち込んだ。ナイジェリアの攻撃に翻弄され日本のディフェンス陣に疲労の色が見え始める。いいディフェンスだ日本。後半15分ぐらい過ぎてから全然動けなくなって、ちょっとやべえんじゃねえかと思ったり、疲れもまあ当然あるでしょうけど、あんまね言うことじゃないし、あとはやっぱり集中力がブラジルと比べたらどうしても少し少なかったと思いますけど。前園、合わない、ジョーと合いませんでした。さあ怖いカウンターだ。アメリカが行く、
スライディングタックル倒れた。5番の田中だと思います。田中ですか、はい、ここで田中がいなくなったらこれ大変ですよね。ちょっと日本にとっては痛いですよね。ディフェンスの要田中が負傷退場、秋葉が投入される。そして10分後、今のはねオンゴールになりますよね。そうですか、はい、これねちょっとね川口がね判断ちょっと遅れたんですよね、その分これはもう帰りながらのディフェンスですからね、いやあそこは出なきゃいけないと思うんですよ絶対で、まあ、失敗というよりあの時間帯はすごい攻められていて、いつもでしたら少し前にポジションを取るんですけど、ディフェンスが攻められてディフェンスが引いてて、まあ、僕自身も少し引き気味でポジションを取っていたんで、ちょっとボールとの距離感が分からない。それで、まあ、遅れた、少しいつもより深めに取ってて、その分遅れたんですね。残り時間が1分15秒。松田、鈴木が戻ります。倒されました。倒されました。これは。ペナルティ取られました。これでペナルティですか。ただ今後ろ足引っ掛けてますけどね、まあ、多少あるんですけどね。道木から広永、広永のボールはここでカットされます。ここで試合終了。日本は最終戦のハンガリーに決勝進出をかけて対戦いたします。やっぱりフィジカル的にね、だん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 こうボディーブローみたいな感じで効いてきて、最後ブラジルよりはあんまり強くないなという感じだったんですけど、まあ全体的に効いてしまってね、効いてしまってね、ちょっと攻撃がうまくできなかったので、ね、外から今日の場合、僕はスコールポジションはちょっと次です。次勝てばいいんです。もう一つある。予選最終戦、翌日のハンガリー戦を前にした日本、西野監督は勝つことが絶対条件のこの試合でフォーメーションを本来の形に戻した。上のワントップから松原を投入、ツートップへ。大量点が決勝トーナメント進出の鍵となる。前園を従来のセンターの2列目の位置に置いたっていうことで、服部と伊藤のところでボールが持てて、ゴール前にもかなりのボールが供給できると思ってましたんで、そういう意味からも頭数を増やしたかったっていうのがあります。7月25日、マイアミオレンジボール。決勝トーナメント進出をかけたブラジル、ナイジェリア。そして同じ時刻、オーランド、シトラスボール。日本とハンガリーの試合が開始された。得点入れなきゃやっぱ予選突破できなかったんでね。まあみんないつ前の2試合に比べて本当攻撃的にみんないたんですけどね。さあ試合開始のホイッスルが鳴りました。先制点の欲しい日本、しかし開始早々ハンガリーに得点を許してしまう。コーナーキックはマダール13番ゴール前、あっとこれはどうだ、いきなり決めた。8番シャンドルの右足のゴール。立ち上がり開始早々ハンガリーが日本から1点を先行です。ちょっと不用意、逆に本当に最初の前半ですね、はい、日本が行かなければいけないのにちょっと立ち上がりペース落ちちゃったんですよね、でここもちょっとマーク甘かったです ね、 そうですね。まずハンガリーが開始早々1対0と日本がリードしました。気持ちは入ってたんですけどね、試合始まってちょっとまだゲームに入っていないなっていうのはありましたね。まあ、これは気負いでしかないと思うんですよね。もう最初から選手は、行こうっていうね、
気持ちでいたし、思わぬ失点にひるむことなく城と松原の2トップはチャンスを作る。一方、接戦も続くブラジル・ナイジェリア戦、均衡を崩したのはブラジル・ロナウジーニョ。これでブラジルは決勝トーナメント進出に一歩近づいた。あっと、マイアミではブラジルが29分、ロナウジーニョが決めました。ブラジル1対0とナイジェリアをリード。こうなってくると日本はもう今日は1点取られましたから4点取らなくてはなりません。どういう形で入るかわかんないけど、とりあえず前半に同点にしとけよ、おいって感じでしたね。入れてくれるだろうって、あのメンツならと思ってましたけど。前半39分、日本は絶好のチャンスを作った。今日がフリーになった。さあここは絶対決めてほしいところです。さあどうするか、ヒールキックから前園、前園、前園、あーっと倒された。 PK です。 PK、 前園倒されました。ペナルティーキック。まだまだですよ、今からですよ。これ同点に追いつけるかどうか。前半の38分、シュタラスボール、大歓声が起こるかどうか。よし、ゴール！前園のゴール！ 1 対1の同点。ゲームを振り出しに戻した日本、しかしブラジルの1点によって予選突破は厳しい状況に追い込まれた。とにかく点を取ろうってことで、もしかしたらブラジル、ナイジェリアがもう1点取って引き分けるんじゃないかなっていうのがその時頭やれましたけど、いやもうとりあえず点取り行こう、何点っていうよりも。後半攻撃の意識がさらに高まった日本、しかしその高まりが後半3分、一瞬のうちにあだとなってしまった。ハンガリーの珍しい速攻、ハンガリーが中央から上がってくる。23番のマダール、そして左に叩いた、もう一回マダール戻ってきた、ね、これはフリーになった。さあ川口が前に出る、マダールのシュートはゴール！最後フリーになりました。13番のマダール、川口コールは仕方なく前に出ました。もうみんなが攻めて攻めて攻めに入ってる状況で、ハンガリーのカウンターがすごい早かったですね。あれはみんなちょっとね、前前へという気持ちが強かったような気がします。ボールを支配しながら崩すことのできないハンガリーゴール、イレブンの心も微妙にずれていく。こういう時に結局自分が何をすればいいのかっていうのがよく分かんなくなって、結局パスを足元につなげるだけしかできなくて、歯がゆい面もあって、30分過ぎぐらいですか、多分もうこのまま行っちゃいそうだなと思ってましたけど、とりあえず点取り行こうよって言ってたのに、なんかね、前がお前ら点取る気あるのって感じだったんですよ。後ろから見てて、なんかもうちょっとガツガツ行ってもいいんじゃないかと思ってたんですけど、意外と行かなくて、もっともっと両サイドにボールを散らしてサイドから行かない限り中央からの突破ってのは絶対ありえない。だから服部を呼んで、もっとサイドの展開ということを強調させて、まあ残り15分ぐらいですね、意識はさせましたけどね。さあ残る時間がなくなって間もなくロスタイムです。1対0とブラジルがリード、しかし両方にとってやや不安な試合の推移になっています。日本の結果がどうなっているのか、それぞれ疑心暗鬼で戦っている可能性があります。メインスタンドのお客さんも立ち上がっています。もう日本の最後の攻撃、なんとか同点で終われるかどうか。日本、さあ前園、松原倒された、これはホイッスル、また同じところです。もう後半だけどこの同じところでも4回ぐらいありますからね、はい、やや中央から右に寄っています。さあここは早く攻撃をしたいところ。松原も本当に表情を見てもヘトヘト、それは気持ちは分かります。ここでメンバーチェンジ、メンバーチェンジです。12番、日本は12番の上村ですね、上村入ってきます。後半44分になって西野監督は松原に代えてディフェンダー上村を送り込んだ。もう前園をできるだけ相手のゴール近くにポジションを置かして、システムを組み直そうと考えてたんで。
直接点を取りに行けとか、前にどんどん絡んでとかっていう指示ではなくて、彼に対してはもう守備をしっかりしてボールを拾って前に供給するっていうことだけを指示したんですけどね。広田のシュートは足が当たった、まあ、飛び込め、いや松田がいたんですが右から飛び込んだのはサファルよく左足やってましたね、はい、最後は伊藤が飛び込みましたがサファルこれ逆を突かれたんです。前園の動きで一旦当たりますね、それで当たるんですね、ディフェンスに足に当たってこれです、足、いや足が長いのが構想しましたサファル。ここで笛が鳴りました。ブラジル1対0ナイジェリアを破りました。そしてロスタイム、前園のコーナーキック。その時なぜか川口は思わずゴールマウスを飛び出していた。僕は吉勝に行くなって言ったんですけど、ね、吉勝もかなりもう自分の世界入ってましたから行っちゃったんですけど、ね、その前にフリーキックが何回もあったにもかかわらず、その早くリスタートすればいいのに、あのゆっくりゆっくりやってるプレーが何回かあったんで、そのとにかくみんな気持ちを伝えたかったっていうか、自分が点を取るとかそうじゃなくて気持ちを伝えたかったって、ただそれだけです。さあもう手元時計は45分、ついにロスタイムに入りました。ブラジルとナイジェリア、ブラジル勝ちました1対0、したがって日本同点ゴール、日本同点ゴール、2対2追いつきました。コーナーキックから日本同点ゴール、変わったばかりの上村、上村同点ゴール。すでにブラジルがナイジェリアを破っております。したがって日本はこれで同点、あるいは勝っても3点差以上でなくてはベスト8進出はなりませんが、しかしこのお友達の意地を見ました。いいタイミングでセットプレーもらえて、ああいう形っていうのは全く想像しなかったです。あれは前園のいいボール蹴ったっていうのもありますけど、川口がね、好アシストしたと思うんですよ、ね、まあ誰もが緑のジャージ着た選手が上がってくれば当然そこにボールが集まってくるんじゃないかっていう、ね、ことは考えるし、あの時もハンガリーの連中はかなり意識してたと思うんですよね。でその前で上村がいい形で決めてるっていうことで、すでに予選突破を閉ざされたことを知る由もなく、ロスタイムの中で消えかかった彼らの闘争心が一瞬のうちに燃え広がった。とりあえずボール持ってまだ時間あったからね、ゲーム続ければまだチャンスはあるなと思ってました。やったっていうか、まだ時間があったんでね、もう一点とは思いましたけど、なんとかなるかもしれないなと思って、急になんかまとまっちゃいましたからね。もう手元の時計はロスタイム46分を回りました。しかし、しかし鹿島さん、ここで同点に追いついた彼らもね、どんどん攻める、はい、はい、意地を見せてくれ、意地を見せてくれ。さあ抜けた抜けた、伊藤だ、伊藤が折り返した、前園ゴール、前園もう早く戻ってほしいですね。もうこれ1点リード、1点リード、もう早く戻らなきゃいけないですね。前園もう喜んでる場合じゃないですよ。やはり意地っていうのはやっぱり予選通過するってことがないですからね。彼らは勝ち越して喜んで、その後のキックオフもすぐ始めないでこっちを見て、これで OK なのっていう顔をした時に、僕はもう1点いかなきゃいけないっていう指示を出した時にはもうギブアップした顔をみんなしてましたよね。まだいかなきゃいけないのかっていう顔でね、こっちを見てましたし、まあそこであと2点取りに行けっていうのはすごいことで、ただああいう本当に最後までゴールに向かう姿勢っていうのはね、本当に素晴らしい
本当最後まで集中してたと思うんですけど、ね、そして今日本五輪代表は最後の時を迎えようとしていた。加藤さん、この試合まずどう予想されますか？そうですね、どちらかが、どちらのチームが先にこう攻勢に出るかということが非常に興味深いっていうんですね、はい、クラウディオロペス左足で入れてくる、正面からシュート、ゴール、クレスポ再三ヘディングを狙っておりました。クレスポ、クラウディオロペスの左足から見事にゴール正面。クレスポさあ押し上げてきました。チャモ折れて戻す、クレスポ右足でシュート打った、どうだ、ゴール、クレスポ2点目、今度は右足。まあ、ちょっとオルテガのプレーにディフェンダー3人が引っ張られてしまったという形ですね。まあ、ですから非常にいい形でクレスポが狙いすまして、はい、ゴールを隅に決めましたね。ここで試合が終わりました。パサレラ監督、右手ガッツポーズを取りまして決勝進出です。2対0アルゼンチンがポルトガルを一周いたしました。アフリカの新しい力と、そして南米の伝統の力と、この両方の力と力が、そして技と技がぶつかりますサッカーの準決勝。先取点のチャンス、壁の位置を下げます。ガルシア・アランダレフリー、後ろから来ました。先取点、フラビオ・コンセイソンの意表をつくフリーキック。逆に今度はラナウディーニョシュート、うわー押し込んだ。ブラジルたちまち勝ちとしました。流します、ウエスト、ワンツーか、いいターンだ、シュートだ、いやー素晴らしい、やりました。ナイジェリア3対2、その差1点。さあシュース、チャスマン、シュートだ、決まった、ナイジェリア追いつきました。初めてカヌーらしいプレーをしましたね。これがカヌーです。ブライ出してきた、背中だった、カヌーだ、カヌーだ、カヌー、うわー決まった、ナイジェリア決勝戦進出。素晴らしいカヌー、ブラジル金メダルの夢ついえました。決勝戦はアルゼンチン対ナイジェリア。ファイナリストという言葉があります。決勝戦を戦う両者を称える響きのこもった言葉です。オリンピックのサッカー男子の決勝戦はその響きにふさわしいチーム同士の対戦になりました。オルテガいいボールでしょう。クレスポ中にロペス、ロペスのヘディング、鮮やかなアルゼンチンの先制。
初めての攻撃がアルゼンチンにとっての先制点です。そうですね、いいクロスから本当にいいヘディングをしましたね。コーナーです。ですね、センシーニがヘディングでクリアしました。あ、早いですよ。カヌヘディングシュート、同点、ナイジェリア。すごいですね、27分に同点に追いついた。カヌーから逆サイドですね、このジャンプの高さ見てください。そうですね、こうしてオルテガが絡むようになってましたね。そのオルテガだ、あーと、ペナルティーキック。クレスポ決めてきました、うん、これでクレスポは6点目、ベベトと並びました得点を争い。しかしそれよりもアルゼンチンのチームに1点を加えた大きさ、大きいですね。本当に松木さん言われるように、はい、センシーニが何か忠実なというんでしょうか。そうですね、丁寧なディフェンスをしていますね、はい、センシーニ、カムラ、まだチャンスだ、ボールライン入った、同点。大変なシュートが決まりました。アモカチですか、14番のアモカチ。これでも見てください、これロングスローからですねこぼれるんですね。一度シュートミスをして戻ってきたところ、ポンとトラップすしながらこうちょんとね上へ行かしたと言いますか、これはもうなんとも感覚的なプレーですよね。抜けてきたアムニケ、アムニケですね。外ホイッスルありました、4番サネッティのファウル。ナイジェリアが好位置で今度はフリーキック、曲げた、おっと旗がない、ゴール、ゴールです。さあこの結果、もう蹴った瞬間に、もう4人いましたから、はい、今のは完全なオフサイドじゃないでしょうかね。完全なオフサイド、しかし副審アシスタントレフリーもこれはオフサイドではないというふうなどうも様子を見せまして、結局得点認められました。ナイジェリア1点勝ち越して3対2。さあ残り時間があと1分を切りました。これは大変なことになりました、アルゼンチンにとっては大変なことになった。カヌ、これ今笛が鳴りました、ナイジェリア初めての金メダル。サッカーの歴史で初めてナイジェリアがアフリカの代表として金メダル。